じゃあす、今日はね、難関資格の勉強時間についてお話ししてみようかなと思います。なんか、アガルートによるとですね、まあ、いろいろと、受験時間、勉強時間か、っていうのが、書いてありましたね。やっぱ、簡単な資格はね、ほんと100時間とか、50時間とか、ね、200時間とか、ね、ありましたけれども、じゃあ一体全体難関資格っていうのは、どれだけの勉強時間が必要なのかっていうテーマでね、ちょっとお話ししてみようかなと思いますけれども、まあ、ただあくまでもね、こういう、なんつうのかな、試験予備校とか試験予備校、資格予備校の勉強時間っていうのは、まあ、当てにはならないんだけれども、ただね、一応まあ大体目安としてこれぐらいだよっていうのをね、ちょっと参考に、してみましょうか。ということでですね、アガルートで見ていきますと、まずですね、まあ弁護士とかね、そういうのはもう除いて、なんだろうな、誰でも受験できるような試験、資格っていうのをちょっと一応面倒に置いて、お話ししますけれども、一番多いというか、時間かかるのが公認会計士、5000時間ですね。まあ公認会計士はね、これを取ると本当に監査法人だったりとか、就職できるっていう風に、言われてますよね。でもなんか、公認会計士は短距離走って言われてますよね。で、税理士は長距離走っていうの言われてるんですけど、ただ公認会計士の資格持ってると税理士も、やれるということで、まあこれはね、もう本当に、さすが日本三大国家資格かなとは思いますけれども、まあ、その次に多かったのが、まあ税理士、4000時間ですね。これ5科目、取らなきゃいけないですね。なんだかな、簿記関係の方で2科目。で、なんだっけ、経営か経済関連で3科目だったかな、ちょっと詳しい内容はわからないですけど。ただ大学院行ってると経営関係の、あれだったかな、大学院だと経営2科目。で、簿記関係だと、簿記関係の科目1科目免除だったか。確かそんな風に大学院出てると免除科目があるというような、そういう資格ですけれども、これが4000時間。まあ、公認会計士、税理士ともにですね、やっぱ数字を扱う、部署というか、まあ、仕事ですし、まあ、これだけ時間かかると。で、ただ取るとですね、まあ、かなり平均年収も高いので、まあ、ちょっとね、これはね、まあ、これだけ時間かかっても取る価値がある資格なんじゃないかなと思いますね。そしてその次、司法書士、3000時間、弁理士3時間、3000時間と、いうことでですね、まあ、この辺もね、まあ、難関資格ですよね。合格率 3% とか 5% とか、そのくらいの資格になるわけなんですけれども、まあこれもやっぱね、3000時間。途方もない時間だよね。だからさ、1日8時間勉強したとして、これ3000で割ると375日なんだよね。1日8時間勉強しても375日ってことで1年以上かかる。これ大変だね。だいたいさ、社会人になってね、1日8時間勉強するってないじゃん。高校生のね、受験前はね、1日10時間とか11時間とかやってた記憶ありますけど、それでも8時間もね、机に向かうってのは結構大変ですよね。で、それから、まあ、これも人気資格ですね。社労士、1300時間。まあ、社労士もね、かなり人気の資格ですよね。まあ、独立もできる資格ですし、社内のね、総務部だったり、そういったところにも就職しやすい資格ですよね。1300時間。まあ、これもでもね、難しいですよ。合格率 5% とかなんで、確かこれは結構、骨が折れる資格かなと思いますね。それから、勉強時間1000時間3項目、3つ資格あります。中小企業診断士、土地家屋調査士、電検3種ですね。やっぱ1000時間、まあ、中小企業診断士もね、まあまあやっぱりかなり、まあ社内でも使えるし、まあ、独立してどうのこのってのはね、なんかコンサルぐらいかな。コンサルだけどやっぱコンサルの仕事をね、もともとやってないとなかなか独立できなかったりするんだけど、ただね、まあ、最近だと補助金関係の仕事で、中小企業診断してできたりするんで、私がね、前機械メーカーで働いた時に、まあ、機械関係で結構その製造関係のその補助金、ものづくり補助金とかにね、結構申請したりしてて、そういうので、なんか中小企業診断士の人が、出てきて、これの見積もり書くださいとか、これはどういう機械なんですかとか、なんか中小企業診断士の人にね、結構質問されたりした記憶がありますね。土地家屋調査士は、まあ、測量士の上ですよね。これ持ってると、まあ、独立開業ができる資格になりますね。それから、電検3種。まあ、これに関しても、電気系統の中ではもう、一つ頭が抜けた、資格になるのかなと思いますね。電検3種はね、あると便利ですよね。本当に60歳超えても働けるような資格っていうのが、この1000時間、の資格に入ってきますね。で、その下見ているとですね、600時間。600時間で行政書士。ですね。まあ、行政書士もね、かなり難しい資格になりますよね。これはね、もう独立開業必須の、資格にはなりますけれども、まあ、ただね、
600時間ということになっております。これね、まあ、食える食えないとかっていうね話はあるんだけれども、まあ、どの資格にもそうなんだけど、まあ、結局まああとはもうその人によるというか、そのやり方によるというか、多分食える人もいるし食えない人もいるかもしれないけど、ただこの行政書士の資格持ってるってだけで法律の知識ありますっていう証明になりますから、ね、就職転職にも有利になるんじゃないかななんていうふうに思いますけれどもね。ただ行政書士を書士っていうその資格を使って仕事をするってなると、多分まあセンスだったりだとか PR 力とか営業力とかそういうのが求められるんじゃないかななんて、まあ勝手に想像しますけれども、まあ、ただね、これ持ってるとね、おーってなりますよね。おー、強制書士、おーってね、なりますよね。それから最後、500時間、通関士ですね。まあ、500時間とはいえですよ。500時間とはいえ、1日8時間勉強したとしても、62.5 から2ヶ月か。2ヶ月間ね、1日8時間、うわーって勉強して2ヶ月かかる。資格になりますね。通関士持ってると、まあ、これは就職に有利ですよね。まあ、まあ、通関関係の仕事に有利になるんじゃないかなと思いますし、まあ、通関関係の仕事をしてる人だったらこれぐらいはね欲しいななんていうふうに思うんじゃないかななんていうふうに思いますけれども、はい、まあということでね、いかがですか。やっぱこれね見てるとね、やっぱね大変だよね。だってさ、例えばじゃあ税理士とかさ、公認会計士とかさ、目指して1年間うわーって勉強してさ、ね、3000時間、4000時間、5000時間でうわーって勉強してさ、で、じゃあ不合格でしたってなったらさ、またもう一回繰り返さなきゃいけないじゃん。これはね、ほんとね、難関資格に挑戦する人ってのはもうほんとにね、すごいなと思いますね。不合格になったらだってもう一回やり直したからね、もう大変だよね。もう一回遊べるどんとかそういうレベルのね、次元じゃないんでね。で、しかももう受かる気でさ、勉強して、で、受かる気でさ、1年、うわーって勉強してるわけだから、だからそれでね、まあなかなか仕事もね、ちゃんと、要はフルタイムでは働けないだろうし、だから、結構本当にファイターだなーっていうふうに思いますけれどもね。まあ、私はね、この動画のコメントでやっぱね、電検3種受験してくださいっていうコメントが圧倒的に多いんですけれども、まあ電検3種もね、1000時間と、いうことで、ちなみに、まあ、1000時間を、例えばじゃあ1日2時間勉強したとしたら、500日。1日2時間勉強して500日だよ。これはさ、骨が折れるよね。じゃあ1日3時間勉強したとしても、まあ、大体1年間ぐらいかかる。じゃあ仮に1000時間で1日8時間勉強したら125日。1日8時間も勉強できないよね。で、土日もさ、私アルバイトしてるからさ、なかなかね、難しいよね。今の仕事してる状態で電検3種挑むっていうのはかなり難しいですね。やっぱね、なんかね、みんななんか簡単になってるとかってね、ああだこうだ言いますけど、だけど1000時間だから、ね、舐めんじゃねえって話なんだけど。まあでもね、いつかね、もし電気系統の仕事するんだったら必ず、取っていきたいなと思いますね。ということで本日は以上になります。まあいろいろね、難しい資格ありますけど、結構ね、資格をね、バカにする人多いんですけれども、難関資格をね、少々取っても食えないとかね、そういう人いますけれども、ただね、これだけ勉強してるわけだから、そんな簡単にね、ディスっちゃダメよ。まあそう私は思いますね。はい。ということで、今日は以上です。それじゃあ、バイバイ。向かいです。はい。